新型コロナウイルスの影響でいつもとは違う今年の夏着る機会が減っているのが浴衣ですこうした中、夜名後の飲食店では浴衣を着た客に無料のサービスを提供していますお祭りや花火大会の相次ぐ中止今年はなかなか浴衣を着る機会がありませんよねだけどやっぱり夏は浴衣が着たいということでまず訪れたのは 松江城の城下町に店を構える松江着物レンタル堀川小町ですこの店で借りられる浴衣はモダンなデザインから伝統の柄までその数200種類以上もあります、うん、いや可愛いですね浴衣も帯も種類がたくさんあっても迷う時間も楽しいです、うん、しかし店は今新型コロナの影響で 大打撃を受けています外国人や関東の方などがほとんど本当にもう怒られなくなってしまって去年と比べるともう100%減みたいなそんな状況になってますねそれでまだ先が見えないとなると本当にまあいったという感じですよね今年4月から7月の売り上げはほぼゼロさらに花火大会など 夏のイベントが相次いで中止になったことで浴衣を着る機会が減少するとみられていますそこで店は地元の人たちに浴衣を着てもらい松江を観光してその魅力を再発見してほしいと言いますやっぱり日本の夏には合うなっていうのを改めて思いますので島根県や鳥取県 それからまた、山陽側の方とかですね、四国の方、そういった近隣県の方にご利用いただければ本当に嬉しいなとは思ってます一方、米子市では。浴衣を着るるることででおお得なサービスが受けられるお店もあるんですということで、浴衣を着てこちらの飲食店に入ると。 サービスの突き出しとドリンクになります。これすべて無料なんですか。そうですね、浴衣を着て、着ていただけたら、無料でサービスをさせ<ー>ていただいております。なんと、突き出しとファーストドリンクが無料に。浴衣、または甚平を着た客限定のサービスです。やっぱり女性たちは、この夏に浴衣を着て、出かけるっていう。 のも楽しみなんじゃないかなっていうこともあって、その、出かけられるきっかけになればなと思ってですね。ここで、だけでも、こう、お祭り気分で。夏を満喫してもらえたらなっていう思いで。楽しんでもらえたらなって思います。このサービスは、今月中の毎週土曜日、夜限定です。この機会に、いつもの夏とは違った形で、浴衣を着て出かけてみては、いかがでしょうか。